ファン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 。プリエ。ハン。びっくりした。乾杯。乾杯。はいはいはい。それな、それな。これ何？ワイン。アセロラいう下ネタや言う、えちゃんもちょっと言うてまして、アセロラやいう下ネタ言うてまして、ダドゥーン、ダドゥーン、酔っ払ってます。今日の緊急解放、気になってる、ね、ね、キャンパーは気になってる、キャンパーは気になるやろ、キャンパーは、ダーン、また食ってないじゃん、3日ほいにし、食べてみるか、先生なんすか、食べるてみるで、食べるてみるで、でーん、堀西のやつ、ローソンの唐揚げ、やつ、それ引きちぎって、関西限定ってほんまなんか買い取ったけど、今中毒シンナーちゃう、ちゃう、と順当ロスか、あ、一回見ます、あ、めっちゃうまそうなんだよ、これは何、あ、ついてへんねんな、いや、ついてるよ、割り箸やで、いや、割り箸はついてへんけど、それな、いいね、だけど自分ち、そっちから開けるパターンないし、自で、あ、私こっちから外す、堀西、いただきます、ごっさんがうまい言ってたもん、ごっさんが、あ、おお、なるほどな、ごっさんが、ごっさんが言うとった境に、あ、うまいよこれ、うま、うん、うまい、レギュラーのちょっとスパイシー効いたやつな、スパイスレッドよりこっちの方が好きやな、うまっ、堀西ってこんな感じか、堀西さん、あちゃこちゃかゆ、あぶね、目刺さった今、どこに、どこの目、肩の肩に、俺そんな、あんなこのザグみたいな粉出してへんから、お前、謝罪やな、もうまあまあ、こう巻き巻きのやつやな、あ、じゃあ、捨てそうな、うまかったな、なるほどな、です、ただアウトドアスパイスって書いてある、いや、でかそういうのか、でも、堀西より好みはクロッセのスパイス、うちらのイチオシはこれ、クロッセ、そうバーベキューはクロッセ、こっちの方がうまい、飽きない、で、堀西最高で、クロセスパイスもっと最高で、でもこれも話題になってる、あ、そうなん、あ、そうなんや、でも堀西じゃなくてクロセ派が結構多い、やろうな、こっちの方が絶対うまいもんな、あ、結構テレビとか、もうテレビとかの方がこれ見る、あ、そうなんや、うん、バレたと思って、いや、マジな、マジ俺、うちらこれさ、なんかこのなんか3個セットぐらいの、3個セット、うん、もう一個誰だっけ、マキシマム、あー、そうか、マキシマム、マキシマムザホルモン的な、うん、あれ言うたら俺、堀西3位やわ、マキシマム、マキシマム2位で、こいつ1位やもんな、完全、そう、これだけプロセススパイスな、マキシマムと、こう、ツートップ争ってた、いけるやん、堀西はな、言うほど、まあ、美味しいけど、うん、ここら辺には語れへん、あの、個性という意味ではない、ないな、ただ、何にかけ、いや、まあ、大体何にかけてもうまいけど、ね、
これやったらクレイジーソルトの方がうまいかもしれない。あ あちょっとクレイジーソルトあんま食ったことないね。実家行ったらなんか焼くときにぶちかけた鶏肉は出てくるけど。せやろな。いやそれより苦労せんのスパイスの方が。あ、おいしいのはおいしいや。おいしいのはおいしいけどな。寝落ちこいたら、なんかそうそうそうあのそういうとこ。なんかあのちょっとなんていうのそのあの匂いがする。あのスポン、あのお金の匂いがする。あ、わかるわかる。これぶっかけてるね。もうね。じゃあのシャカシャカみたいな感じで。シャカシャカポテトみたいな感じで。いやもうクロステはちょっと大事に使いたい。これな、これはほんま美味しいよな、クロステ。でもこれテレビでやってたから多分もう売り切れる。あのしょうもないソロキャンとかなんか何でもやりますよね。あいつらはこっちやろ、これにしやろ。いやこれがこっちに移行していくやろ。マジでか、これわからへんけど、これの方が絶対なんですか。なんか身バーン出てんね今、魂バーンって。なんか出たよね、なんか出た、出とった、あの魂バーン、バーンって出た。あれもう消えてんじゃん。あ、もう消えてんじゃん。あ、録画してた。え、してると見越してますけど、あれ見なかった。マーク出てないじゃないとこんなテンションで喋るわけないんか。私がもったいない、もったいない。どこにもったいないね。言ったエリオ、言ったエリオ、何円や思ってんの。はぁ、リッターの5円や、6円や思ってんの。15円の女や。15円の女は。早くぐらい。3円にすな。3円にすな。経由では無理か、さすがに。私は15円の女やぞ。いや、消したと思っとったら、まあ、いや、でも、細かくないから多分消えてると思う。酔っ払ってんの、あっちまで行っていいの。なあ、でも僕ができてるかどうかはもうないもん。あの印に赤マークない。右下のところにあれがなんか動いてるか動く、うん、そうそう、その手のあたり、あの、あ、お前の手が邪魔やって。あ、動いてるわ、動いてる、動いてる。バカバカドッタンガタン言うてもろて、えちゃん言うてもろて、今日スパイスビャーン刺してもろて、もろてを言いたいから、ちょっとためにちょっとこめかみあたりかゆい言うてもろて、しばく。これ残り2個やけど、これかけてみる。かけへん、もういいか、かけようや。こっちの方が絶対うまいよ。これにしは普通中の普通、ほんまにそうやねん。個性はあのプロセッサーがうまい。こっちの方が絶対100うまいよな。牛も鶏も、うん、あの魚類も、魚類もいけるよな、これ絶対全然いけてる。マキシマムはこのちょうど間やねん。 こっちほんまうまいもんな、これ、うん、これ酒進む。え、これ何。いや、でもあれはこれ芯の芯、やっぱ芯、やっぱあのかけたんじゃなくて、漬け込み型掘りにしは。あ、なるほどね。むちゃくちゃできるな。最初からってやつか。あの、ね、寝ちょってる、こいつが寝ちょってるタイプの時にパッてやとかなんかな、まあ、いつかけたか知らんけど、ちょっとクロスは今死んでます。うん、クロスはあの中に、うん、でもだからローソン様の、ローソン様のやっぱこの流行りだして1年ぐらい多分企画やってたんちゃう。うわ、何これ。まあ、エリはずっと見てて、こいつ何してんだろうかみたいな。マジで、マジでこれ、ちょっとカメラ来て、カメラ、これマジでどうしよう。ちょっと一回テーブルの、あの塩の目を、テーブルに出したらいい。テーブルのクロス。ちょっとこれほんま、なんかえらいことになってんねん。いや、もうそれだいぶ前から知ってるけど。いつからほんま。だからそれがわからんから言われる。言うやん、さすがって言う。あ、ほら、なんか飛んでった。あはーん言うて。なんか飛んでったし。あはーん言うて終わった。うるさいボケ。あいつやってんな、あはーん言うて。外人ぶった。行くで。いや、ちょ、よ、お前そこ行けや。ここやろ。まあ、要は私行っちゃうから。あ、
サラサラのやつで全部落ちんねや。まあいや、あとこの辺スパイスの匂いしたら。ええよ、もうこれつまみや思って認識してますけど、うん、今の口の中にあの唐揚げ粉がちょうどいい。でもな、ちょっとクロセだけやっぱ舐めてみる。やっぱこいつめっちゃうまい、うん、今なんか唐揚げ粉からのこれやんか。これオンリーが一番うまい。こっち何入ってんの。入ってない、入ってないの知らんけど。じゃあ何入ってんねやろ。これなんか絶対クロセからなんかあのオファー組んで、うちら初の案件が組んで、この字以外読まれへん。まずてかずっと謎やんか。牛、豚、あ、読めるわ。豚、鳥の後なんやろこれ。もしかしてめっちゃ可愛いかも。 4K やったらいいな。 4K、 あ、4汚い。あ、4汚い。4汚いの、いや昔のあのあれ 3K みたいな。きつい汚い。 3K ってなんやねん。え、きつい。あ、そっち汚い。きつい汚い。給料安い。あ、ビル。そっちの 3K。 汚なんかよだれてた。汚らしいことしました。あ、美味しいな、うん、これだけでずっと永遠にずっと眠ってられるわ。出た。そういうことで